泉隆みたは、日本の占い師、天中札で知られる、神奈川県生まれ、1958年は瀬田大学、教育学部中退。作曲家として活動するから、競馬の予想のために、占いの研究をはじめ、三名先生学の高尾義正に指示。1978年4月、青春出版社より、三名先生学入門を発売し、9月に、 日本テレビの深夜番組、午後11時で紹介される。翌1979年1月1日に再び、午後11時に出演し、当時のプロ野球、読売ジャイアンツの長島茂雄監督が、日本一になれないと発言し、天中殺占いのブームを起こす。著書、三名先生学入門は、1979年6月に出した第2弾の、 天中殺入門と合わせて300万部以上を売り上げて1979年のベストセラーの1位と2位になった。週刊誌や女性週刊誌にも取り上げられて天中殺は流行語となった。しかしその後の長島監督が1980年2月までに辞任するとした占いが外れたことから1980年4月4日に占い師の廃業を宣言。 実著の絶版も希望したが、出版社に受け入れられず、印税をもらわないことにした。その後、占い否定論者に転向し、同じく否定論者である、上岡隆太郎の番組などに出演し、元占い師としての立場から、告発活動を展開。点中札はない。騙して申し訳ないと謝罪までしている。2001年5月3日に、水臓癌で死去。現在では2代目。 泉隆みたを名乗る人物が、戦術家として活動している。小林信彦、現代死後のおとつい波な新書、2000年、P17 出版ニュース社編、出版データブック1945から1996出版ニュース社、1997年、P73、松浦創造、スキャンダラスな時代、雪広出版、1982年、P22、 ありがとうございます。